この日が大阪二人旅ではメインの一日でした。大阪で相方が一番行きたがってたのが USJ ユニバなんですよね。まあ北海道からではなかなか行くことができないスポットなんでね。私も以前大阪在住時には、まあ、年間パスを取得してたんで別に嫌いではありません。ただショーとかねパレード見るのが嫌いでアトラクションに乗ることだけですね。その点相方も同じ好みやったんで、1日たっぷり遊ぶことにしました。そしてその1日遊ぶことに集中したのと、この日は10月31日でした。そうハロウィン当日です。激混みは予想できました。アトラクションばかりにね集中して攻略しても待ち時間でたかが知れております。ならばね時間を金で買おうってことにしました。7つのアトラクションが優先的に乗れるエクスプレスパスを事前購入しております。その額なんと入場料別で2万円一人ですね。まあ私たちももうジジイとババアですし、もう二度とこんな機会はないと張り込みました。いろんなタイプのエクスプレスパスがあったんですけど、待ち時間が長いアトラクションが一番集中している、そのチケットを購入しました。 USJ でね何度もアトラクション乗っておられる方なら、まあ、一番いいのを買ったなって思われるはずです。今回の目標は激混みハロウィン当日に USJ のアトラクションを全制覇します。もちろんね朝一から行動を始めました。梅田のアパリゾートタワーを6時に出発。まだ真っ暗でしたね。ユニバーサルシティ駅には6時20分に到着しました。びっくりしたのはまだ開園してもないのにこの時間から駅からダッシュが始まってます。この日のね USJ 開園から閉園時間は8時から22時。ただし混雑日の USJ は1時間近い前からオープンすることは事前に情報を仕入れてました。しかしその朝一から入園待つにもダッシュが必要とは想像してなかったですね。ただもう老体の二重なのでもう開園後に備えてここはゆっくりと歩いて行動します。私もね約15年ぶりぐらいの USJ です。この光景なんかワクワクしてきますね。2008年に年間パスで何度も足を運んで以来です。入園待ち列に到着しました。とりあえず相方にそこの場所を取っておいてもらって、私はこの USJ のシンボルまずは撮影いたします。果たしてアトラクション全制覇こんだけ人がおるのにできるのか。入園待ち列はまず両端に並ぶのが鉄則って聞いてたんで、一番右側に並びました。それでも前にはかなりの人数もいてます。そしてね園内食べるものは持ち込み禁止なんでそれまでに腹ごしらえしときます。前日に買ってた豆田のいなり寿司と、柿の葉寿司本舗田中のサバ寿司などですね。さっと食える有名店のもので朝食をまず済ませました。で事前情報通りまずアーリーパークインが7時に開始しました。なぜ両端にね待って並ぶのが鉄則なのかはアーリーパークインのお客さんはこの両端のさらに端に並んでるんですよ。なのでアーリーパークインのお客さんが入っちゃうとそこにもスペースができるんですよね。真ん中に並ぶよりも
早く入場できるんですよね。その約20分後ぐらいに一般客も入場開始、まず入場券出さないか、入場券がいい、そりゃそうや、入場券入らない。私よりも鈍足でね、体力のない相方は、まず先に行かせて、私はまずね USJ のアプリで取得することができる、無料の整理券を入園後すぐに取得しておきます。こちらですね、人気のバイオハザードのレオンルートも、開始10時早々のショッパーにゲットしました。そしてワンダーランドのアトラクションも予約乗りができます。一番人気のフライングスヌーピーを抑えました。これでまず予定通り。USJ アトラクション攻略のコツで一番は、なんといっても朝の空いてる時間にいかに回るかです。なのでもう開園入場後のダッシュが皆さんすごい。私らの攻略一番目はね、ジュラシックパークにあるフライングダイナソーでした。エクスプレスパスにないアトラクションで、まあ、これがね一番待ち行列が長くなるっていうことで朝一で攻略しておきます。しかしね、先に行かせたはずの相方が全然どこにもいない。事前にね園内マップで行き方シミュレーションしたのに、通り過ぎてダッシュの人たちに釣られてスーパーマリオワールド方面に行っちゃってました。まあ普通エクスプレスパス持ってないと、まずはスーパーマリオワールドに入場するには皆さん鉄則ですもんね。ジュラシック方面には行きません。相方から電話かかってきて、道間違えて戻ってるって、私が到着後約5分遅れて相方到着。朝一の大事な時間がちょっと無駄になりましたね。ただ園内でもね一番奥にあって、ここをね最初にする方もあんまり終わらずに待ち時間はなしで乗れました。その後は反時計回りで攻略していきます。ここもエクスプレスパスでは乗れないアトラクション、ミニオンパークの2つですね。まずはミニオンはちゃめちゃアイス。なぜこっちなのかは、所要時間がね1分30秒と短いからもうすぐに乗れちゃうんですよ。なのでちゃっちゃと済ませてしまいます。ここも待ち時間なし。そしてミニオンはちゃめちゃライドですね。こっちはね所要時間がね25分かかるんですよね。なのでアイスの後にしました。これ大正解でしたね。その間にアイスの行列ができてました。そして反時計回り攻略、次はサラコの呪いです。この時点でまだ9時になっておりません。このアトラクションもね朝から乗ろうって思う人間あんまりいないので、狙い目です。10分程度の待ち時間で乗れました。ただここで予定が少し狂いました。ホラー系のアトラクションって10時オープンなんですよね。それは事前に調べ尽くしてなかった。なので近くにあった呪術廻戦リアル 4D を先に攻略することにしました。ここは夜にしようと思ってたんですけどね。ただここのねアトラクションも全然待ち時間なかったです。そして整理券予約してました10時のバイオハザードレオンルートです。そして10時オープンしたホラー系2つをどんどん回っていきます。モンスターズレジェンドフェアと、チャッキーに向かいますね。チャッキーズカーニバルオブカオス。ここまでエクスプレスパス一切使ってないのにもうめちゃめちゃ順調です。
11時前でアトラクション、こんだけ攻略できてます。そして11時にワンダーゾーンに移動しました。予約乗りで撮ってたフライングスヌーピーですね。けどここでつまずきます。スヌーピーの予約乗り時間が来たんで、すかさず次のエルモのゴーゴースケートボードも予約乗りをアプリで取得しておきました。けどね、なんかトラブルあったみたいで休止中になってました。ただこの予約乗りの分は、再開すればいつでも いつ使っても OK ってことで、次にモッピーのバルーントリップの予約乗りも取得しました。あとエクスプレスパスで、この後入場予定ですが、スーパーニンテンドーワールドの入場整理券も念のために18時からで取っておきました。ではモッピー乗りますね。まあここワンダーランドはどれも子供用のアトラクションなんで、そんな大して面白くはないです。ではいよいよエクスプレスパスを使っていきます。ちょうど朝一の空いてる時間帯でエクスプレスパスでは乗れないアトラクションを順調に消化したんで、11時40分よりスーパーニンテンドーワールドに入場です。このマリオの世界、まあ、ファミコンでスーパーマリオやったことある世代にはね、ほんと楽しめますよね。この空間をくぐり抜けると、あの世界観が実際に再現されてるんやもんな。そしてこのエリアの人気アトラクション、マリオカートもね、エクスプレスパスで優先登場、これ面白かったですね。そしてヨッシーアドベンチャーですが、逆にこれはね、座ってぐるっと回るだけであんまり楽しめませんでした。エクスプレスパスで、すぐにマリオ系2つ乗れたんで、ハリーポッター行く前にハリドリも、エクスプレスパスで優先登場しときます。とまあこんな感じで7時から13時までの午前中の行動でした。ハロウィン当日の激混みデーでも頑張ればこれだけのアトラクションを半日で回れるんですよね。本当朝一からどう行動するかです。では残り午後の行動で全制覇できるのか、また次回の動画に続けますね。